まずはすっかりアフロがトレードマークとなった三森選手の契約更改、2100万円アップの年俸4500万円でサインです。今シーズンは主に1番セカンドで自己最多となる102試合に出場し、全ての打撃成績でキャリアハイの数字を残すなど、チームの勝利に大きく貢献しました。来シーズンはさらなる飛躍を誓います。もう走攻守全てに関してより高いレベルでやりたいですし、タイトルを取れるように、いいシーズンにしたいなと思います。スケールアップできるように、はい、やりたいなと思います。そしてその三森選手のライバルになるであろう周東選手、400万円アップの4000万円で契約を更改しました。今シーズンは右肩の怪我で出遅れ、80試合の出場に終わりましたが、圧倒的なスピードは健在。チームトップの22盗塁を記録しました。プロ6年目の来シーズン、すべてにおいてのレベルアップを目指しています。来年しっかりやり返してやろうかなというふうに思いますし、走れるだけ走って打てるだけ打ちたいなというふうに思います。チームも2位に終わってしまったということで、まあ、チームもね、個人としても悔しいシーズンだったと思います。悔しさをあらわにしたのは上林選手、600万円ダウンの3750万円でサインです。今シーズンは開幕から好調で3割を超える成績を残すも、右アキレス腱断裂の大怪我で長期離脱。来シーズンはその悔しさを飛躍の糧に復活を誓いました。いろいろ成長できた部分も多かったと思うんで、まあ、そういう部分を生かして来年1年間プレーできればと思います。一方の投手陣、去年のオフに4年契約を結んでいる武田翔太投手は現状維持の1億5000万円でサインです。また中継ぎとして1年間フル回転だった松本裕樹投手は1200万円アップの4000万円で契約を更改。今シーズンは自己最多の44試合に登板、終盤では勝ちパターンの7回を任され、藤本監督から絶大な信頼を得ました。来シーズンも任されるのは中継ぎのポジション、さらなる飛躍を目指します。もちろん投げるからには抑えて、いいポジションにどんどん上っていけたらなというふうには思っています。今年良かった状態を、さらに来年、シーズン開始から最後まで続けられるように、来年のシーズンに向かいたいと思います。